アンドリュー・ロバート・キズナーは、アメリカ合衆国バージニア周辺ライコ軍、グレンアレン出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ。MLB のセントルイス・カージナルス所属。メディアによっては、ナイズナーと表記されることもある。2016年の MLB ドラフト7巡目で、セントルイス・カージナルスから指名され、プロ入り。契約後、参加のアパラチアンリーグのルーキージョンソン・シティ・カージナルスで、 プロデビュー。53試合に出場して打率。319、6本類四42打点を記録した。2017年は A 級ピオリアチーフスと A 級スプリングフィールド、カージナルスでプレーし、2球団合計で95試合に出場して打率。3百2 12本類五51打点に投類を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、 サプライズサグアロスに所属した。2018年は AA 級スプリングフィールドと AA 級メンフィス、レッドバーズでプレーし、2球団合計で94試合に出場して打率。313、7本打四45打点を記録した。2019年は開幕を AA 級メンフィスで迎え、5月31日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。 6月2日のシカゴカブス戦にて8番保守で先発出場してメジャーデビュー。保守転校は大学1年からと日は浅いが早急とブロッキングは上質であり、時代の聖保守として期待されている。ありがとうございます。